お疲れ様そらです。今日ですね、こちら現在正解10位ですね。はい、まあ1位がバグってんで、まあ9位ですか。このペダル兄さんですね。はい、これなんかマークがすごいついたり、ヒソカみたいなね、なんかいっぱいついてますけども、このね、新鋭大エリババー合成のすごいでしょ。これ見た瞬間すごってなるでしょ。あの呪文がないね、陸デッキでございます。はい、今日はこちらやっていこうと思いますね。まあ、このペダルって人が一生使ってます。はい、ずっと使ってて、なんかね、ちょいちょい形が変わるんですよね。そう、呪文は入ってないけどね、なんだろう、ちょいちょいプリンセスロケホーとかフキアとかになったりとか、まあ、あとゴブドリじゃなくてね、リガーだったりとか、こう、まあ、すごいいろいろ変わるんですけども、この世界でペダルさんがね、ずっと使ってるこの新エタリババをね、今日はやっていきます。で、このデッキはね、呪文が入ってないんですよ。そう、呪文が入ってなくて、結構もう陸イケイケどんどんなので、なんだろうな、基本的にこうずっと俺のターンだよみたいな、こう攻めたい方からしたらめちゃくちゃいい出来だと思います。一生攻めるだけなんでね。はい、一生攻めです。もう守りはね、もうめちゃくちゃ後から、まあ、プリンとマジアチで頑張ろうぜぐらいで、マジ一生攻めるデッキなんで、攻めが大好きなプレイヤーは最高なデッキになるはずです。ってことで一旦攻めます。はい、一旦攻めます。とりあえず攻めですね。これ墓石を使ったんでね、みたいな。攻めこそがなんかもう正義というか、本当にね、なんだ、攻めこそが最大の防御みたいな感じのやつあるじゃないですか。もう本当にこのデッキですよ。攻めることによって守らなくて済む。それによってめっちゃダメージ入る。さあ、で、こういうのもうすぐ射抜いちゃってね、攻めちゃうよーって、攻めちゃうよー。守れるかは分かんないです、ちなみに。はい、もう攻めデッキなんでね。で、墓石咲いたらエリババ良そうだね。で、新鋭隊はこれいつ出すのがいいんだろうね。新鋭隊いる？飾りやんちゅうとこですよ。まあ、これには墓石を使ってくれるかな。あー、おーマイグッネス、許容無視、アーニャ無視してくる人来ない。マーニャも怒ってるよ、本当に。頼む、ファイボか。あー、リガーまで入ってんのね。しっかり守ってほしいんですけども、まあまあまあ、はい、こんな感じで後からなんとかして、その間にもう攻めて、よいしょ、これは壊れるんでオールブレイカーまで行ってあげると、かすれ、触んじゃない、触れんな、でかい、いいぞこれ、行くしかねえ。いや、もうこういうのはもうマッスルハッスルよ。いけいけいけ、レッツゴ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 。もうね、知らないんでね、陸受けがどうとか防衛がどうとか知らないんで、もう行くね、男は黙って行くね。うん、攻めなんよ結局は。攻めちゃえばいいね、多分。あ、これやばい、やべ、あの、これ見て、男はね、攻めない、男は攻めやねんな。よいしょ、はい、もう防衛は知らんと。おい、これよ、これよね。この駅空きついんでね、アニャ空きない、お前アニャもね、空嫌いって言ってます、本当に。申し訳ねえ、クソみたいなことやってんの。じゃあもう本当にね、もうびっくり、めちゃくちゃ削れましたわ。ということは、もうゴリゴリ攻めていきましょうか。多分もう守んないぐらいのね、覚悟がいるっすね。そう、よいしょ、もうおられていいので、俺はキングおるぞっつって、一生ゴリラっすよ。さあ、あ、ボーラーとか嫌だね、石ころ。あ、でも13だ、ハンデか、ありがてえ、相当強いぞこいつ。いや、犬来てー、やばい、マジ犬気病にかかってんすよね。何でも犬かなきゃ気が済まない。あの、これさ、あれだ、あー、ちょっとめんどいデッキ来たな。なんかスケブも入ってんすよね、これ。スケブいて、ガゴムレいてみたいな。うん、スケブはどこ行った。スケブ入ってなかった、ごめんなさい。これ絶対スケボールやんと思ったんですけど、いねえのか、いないみたいですね。ボーラーアウトロー、
おお、なんかガゴムレバレルのやつだったね、思ったんですけど、今んとこいないのかな。まあ、いないならいいや。でもね、ゴブリンバレルとかきついっすね、これ。受けれねえやんちゅう。受けないんだよね、多分。無視。全無視。さあ、走って、走って、走ってちょうだい。で、ファイボー持ってる。これね、ミラーファイボー。ピューなんて来ないかな。あとはもうエリババ投げとくかな、もしかして。まあ、一応守るか。しゃあなしでね。守りたくないけどね。あにゃ、防衛嫌い。無視したい。やだな、あれ。強いあのゴーム。いや、マジで強。さあ、これはもう受けれないんで、おしゃれに時間を稼ぎます。耐える。ファイボウッキーなのか、これ陸受けない。お、おおにゃん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 、すんごいよ。今見ましたか、オーブン大爆発流のダッシュ事件。いや、いいね。いや、もうなんか、キングやん。キングしかおらんデッキです、これ。ゴリゴリ行こうか。行ってらっしゃい、ゴルブレイカー。いや、マジで一生攻めるデッキだからな。どん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 コスト割きたい人とか、マジで楽しいよ。やばい、これ。姫は弱いから守ってあげなきゃ。心配ないかい。お主。やばいね、立ち回りが。俺も言えんけど。なん、キョスキャオールブレイカーあんま見ないっすね。型がわかんねえな。これ仲良く一時交換したいな。スケルトン部隊来たらもうドンマイです。待って、俺なんならさ、金で行かれる。やばい、待って。耐えてほしい。ガチでガゴムレやばい。いやー、やばい、ガゴムレやばいって。ほんとに。やばい、煽られてる。ドカンと一発。いや、これさ、相手のディガーか。俺が今からディガー全部拾えばいいわけ。天才になれると思いますか。拾います。拾えばいいだけでしょ。簡単じゃん、そんな。はい、ここ、ああ、ちゃんとね。やばい、これでディガー来たらやばい。ちゃんとなんか2本目取りに来るやん。なんでめっちゃちゃんとしてるわ。裏でしょ。なんでよ、めっちゃいいとこ飛ばすやん。いや、140もあるよ。140だよ、みんな。これ勝てるっしょ。ああ、やばいやばい。やばい。やばいやばい。守れ、守れ。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい。やばい。てって。いや、多いなぁ。ガゴ、コウモリ。やばい。あ、ガチやばい。これ D が来る、絶対。触れんじゃねえ、たまに。あーい、多くね、多いよな。すごい多かったんだけど、なんか気のせいじゃないよ。あ、でもそんな多くねえか。いや、ガゴムレめっちゃ流行ってんじゃん。やべえ、なんだあれ。いや、マジで空きちいな。さてはだけど、空きちい分陸で頑張れよっつって行ってこい、エリババ。いや、初手足前エリババ行きたくなんな。いいか。最初はグー、じゃんけん、エリババ。ああ、いい防衛されちゃった。
だがしかし帰ってくる。ゴブドリまで行っちゃう。行ってこい。ウォールブレイカーまで行っちゃう。やりすぎでしょ絶対。これは絶対やりすぎです。いやいいザップ。おお強っ。ゴースト縛いたら熱いな。これは ITU の受けます。しっかり許容してね。多分今事故ってたらね、行かれてたと思うんですよこれね。U の追加とか来るっすよこういう人。行きたくなっちゃうなこれ。ペッカ来たら話が嫌だ。逆サイレッツゴー。ペッカダンドゥーン。これマジアチャー居抜いてもいいと思う人。アニャいいと思う。やめとくか。これ何も攻めてきてくれないのしんどいな。親衛隊の強みか。まあまあいったね。あれをドリルでやってもいいが一旦落ち着く。あ呪文欲しい。ああこれ無理だ。今のいいザップだ。いやでもこれ相手ね気づいと思うんですよこれ。普通に考えて俺のこのリク普通に考えてきついでしょ。絶対勝てます。ゴリラをすればいい。うん攻めればね、なんか攻めれば有利になれそう。プリンからいけ。プリンじゃねえ誰だ。いいよいいんちゃう。いいんちゃう。いいんちゃうのからのどっち行く。どっちに行くかはこっちです。さすがにどすこいどすこい。おいからの諦めたね。いやめっちゃ怖えこのデッキ。マジでマジで呪文がねやっぱないとね欲しくなんのよ。ウッド1枚でもいい。別に雪玉1枚でもいいから呪文ってほんと大事。1枚あるだけでもね使いやすいしいつも使えるからね。怖え怖えがなんとかなる。さあよろしく。展開ハラスメントダメ。展開ね。あーこかっちゃん行くかこれ。いやおっつけアウムですな。アウムか。なんで言うのないんだろうなこういう時に。やめろよ。やめろっつったじゃん、うん、寄っちゃうんだなエリババ。呪文がねえんだけど。おいらに呪文くれねえか。あ待ってやばいやばい。何これ。何これ。変な工場できた。やばいこれガチやばいよ本当に。意味わかんないな。あんな冷静に冷静に意味わかんないでしょあれ。あーあーあああドリルやったから変なドリルやったから。いやでも両方耐えてんなこれ奇跡的に。変なドリルやったからなんだあれ。まあまあコカプリンが頑張ってくれる。これ守れっかな。いや守るのはね多分厳しいね。だから攻める。このデッキは攻めのデッキなんです。ズコンズコン。まあ問題はね、日本守れない気がすんな。どうだろうこれ。ダックリがいるんだよねなんか。
道連れねえかな。無理だな、やめてー。これマジで意味のわかんねえドリルやったな。意味わかんねえよな、冷静に。さあお互い破壊し合ってワンちゃんを掴ませてほしい。いけ、ゲームもある。さあウィッチウィッシュ、いってらっしゃい。ウォールブレイカーもう無限攻めですよ、本当に。防衛なんて考える方が負けなんですよ。つってやべ、一旦リババで守ろ。よしからのです。あいつ三重視ですね。もっとタオルベ13度タオルベインルベタオルベ、レッツゴードリルユニ、いいよハミで、今回はロイフグの可能性があるっすね。まあロイフグなんでしたね。よし、これアイゴルで釣ってもらう。釣らない許容。これエリババ強えぞ。でもでアイゴルで釣られるんで、釣られたところはウォールブレーカーで、ターゲットがタワーこれね向いてるんでね、これは難しいよ。防衛ハンターでしかね。いいんじゃない、いいんじゃない。エリバババカ強いやん。さあでブーが来るかもしれない。まあこれは許容のユーノ、よいしょ、しっかり許容してゴースト咲いたんでいっちゃいます。ゴーストいなかったらドリル飛ばしてくなかったな、こんな。あれ、ブー太郎だ。ブー太郎、居抜き合戦。いや、めっちゃ居抜ける。やば！待って、めっちゃ居抜ける。からの、そのヒースピア。このヒースピ結構大事っすよ。1コストっていうね。よいしょ！マステか。ウィッシュ！ナイウィッシュ！あとはブーが来ない。まあ低めから来るならこっちも低めから行くだけですよ。そう、歯には歯を、目には目をね。三重視には三重視ないけど、ほら守れるんです。あ、待って、言うの俺下手だった。めっちゃ見にくい言い訳していい、まあ、ゴーストだと思ってあんな近くに出したんだ本当にゴーストだと思ってたんだ今。あープリンがなんかちょっかい出してる、いいやつや。あれちょっと待って、気づいた左が折れそうになってんな。あれ俺は見逃さない。これだって時間なかったら、もうちょっとあったらね。これうえー、キングが折れてたんちゃいますの。いやなんかいいやんまあ陸なんか強えな。なんかね、攻めカードしかねえからさ。すごい。なんかホグとかね、バルーンとかそういうのはないのにね。なんか違う、相手のユニットも攻撃できる、ね、そういうムートとか、メガナイトとかプリンスとかみたいな奴らの集まり。あ、もうそれずるいじゃん。それなんていうか知ってる？初手ゲー。初手ゲーはね、許されないよ。アーニャ怒った。アニャ初手に行けない、アニャおこ、アニャ勝つ、アニャボコボコにする、アニャ激おこ、俺いいぞ。問題このマイティ君だね。マイティ君どうしよう。ゴースト使いたくなかったな。でも冷静にね、相手のさウォールブレイカー守れないっす。ここはちょっといいんじゃないか。かぶったユニ、いやあんぐらい許容という名の
これ何つけぐらいクッションないのかな。いやあるよねやっぱり。そうだよねあるよね絶対。いやめっちゃいいよこれ。あーうまい、うまいな。アニャうまい人嫌い、簡単に勝ちたい。アニャ、アニャ入れちゃい好き、簡単。よいしょ、いいよ。いやでも意外とダメージなんかトントンだな。これさ一旦形を組むか。オールブレイカーはね守るのが大変なんだよね。エリババか、上はエリババ下はゴースト。一旦流してからだな。これが最強の布陣。これを突破できるのかお主。いけ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 、バイボー。よしよしよし。え？めっちゃ簡単じゃんこのデッキ。マジ？これやばい、かぶったウォールブレイカー起用します。はい無理ですあれ。なんでここだけ守りたいです。やばいユニット残って、ほっ、あんにゃ怒った。いけ、もう一回くんな、うめえなこいつ。いや俺の防衛の方がうまかった。あんにゃ勝利やな。どうや。はい、ということでこちらのねもうゴリゴリ攻めデッキ、まあどうなんだろう、こういうデッキの方がね意外と使いやすいって人もねいると思うんで、ぜひ試してみてください。チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。またね。